青コーナーより全日本プロレス石狩太一入場。さあ、ジュニア先生への殴り込みを目指します。この男、石狩太一が入ってまいります。赤コーナーよりプロレスリングの桃田光雄入場。さあ、6時半の男、桃田光雄が入ってまいりました。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、全日本プロレス石狩、177センチ、85キロ、石狩、石狩太一、石狩いけ。赤コーナー、プロレスリングの173センチ、100キロ、桃田レフリー炎が桃田今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ボディスラム、切り返します。ショルダータックル、起こしてまいります。掴みます。蹴ってまいります。組みに行きます。対角線に飛ばした。ランニングしたらエルボー、エルボードロップ、フロントからのキック、逆に捉えた。エルボードロップキックを放ってまいります。打ち込んでまいります。ロックアップ、ボディスラムです。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。ああ、なるほど、そうだったんですか。行くのか、ロープに振った、組み合います。ネックブリーカードロップ、ロックアップ。さあ、その円熟した試合運びを早くも展開中であります。新世紀の世の中に昭和の香りを醸し出すそのレスリングテクニックは、ベテランならではの妙技といったところでしょうか。組みに行きます。コーナーに振った、カウンターで返します。案内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。掴んだ、張ります、組み合います。あと返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ガードします。ドロップキック、蹴りを見舞ってまいります。行くのか、逆に返します。キックを打っていきます。
こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。すごい音がした。蹴っていった。張った。頭を掴んでハンマーパンチ強烈。バックに回った。体温を取り返す。逆にバックに回った。コブラの毒が回ってきたぞ。フロントキック組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。一気に決めていった。ガチッと組み合った。ロープに振った。ドロップキック蹴り上げていく。いけるか。強烈に締め上げる。組み合った。ロープに振って、今クリーンヒットしましたね。グロッキー状態か。3つは入りません。腕をフックした。リオデジャロ殺虫剤 DDT。 今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。バックを取って、後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。いけるか。正面から投げていった。起こした。アタミックドロップで打ちつけた。体を預ける。もうこれは放送本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。逆水平ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。あっと、そのまま後ろに投げていった。つかんだ。エルボーを入れていく。ブレンバスター行くのか。ストバックに突き刺さった。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。バックドロップカット。ガードした。ドロップキックが突き刺さる。すごい顔で打つ。ロープに振った。あっと、そのまま投げていった。抱えた。 DDT。 カウントは入る。危ない。カウントリーテイク。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。抜くのか。ドリルホールパイルドライバー。小脇に抱えた。抱え上げた。バックドロップ。立たせていく。バットバックに回った。ドロップキック強烈。奥歯を噛みしめた。ノーテック打ちパイルドライバー。ナタのようなチョップ。いけるか。すごい競争で締め、あっと、ここでギブアップ。番長星川直弘がおなじみのテーマに乗って颯爽と入場してまいりました。
赤コーナーよりプロレスリングノア橋誠入場。さあまさにまっしぐらに獣道を突き進んでまいります。突撃コング橋誠の入場であります。星川番長、シングルマッチ60分一本勝負を行います。橋青コーナーゼロファン星川75センチ90キロ星川ナホン番長ヒーロー星川赤コーナー橋プロレスリングノア橋高80センチ95キロ橋マコート行け橋レフリー穂長のり星川打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ放送席解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。あ、そうですか。行くのか。投げてまいります。キック攻撃を見舞います。掴んだ。ハンマーを振りかざします。組みに行きます。ロープに振った。ドロップキックを見舞ってまいります。ブロックします。組み合います。逆に振り返した。ストッピングを叩き込んでまいります。あっとエルボー。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ローキック、打ち込んでまいります。立ってまいります。モンゴリアンジェット強烈。体を預けます。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。あー、スタミナをロスするわけですね。張ります。乾いた音が館内に響きます。掴みます。させません。ロックアップ、巻き投げで切り返します。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。腕を回します。逆に投げてまいります。腕をフックします。外してまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ヘッドを打ってまいります。キックを打っていきます。ジョップであります。モンゴリアンを打ち込む。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ。あと逆に捉えた。こうやって締められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。巻き投げで切り返します。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。鈍い音が館内に響きます。抱えます。背骨を狙ってまいります。トップロープを奪う。キャッチした。延髄切り。
よね。もうヒートアップしてますよ。起こした。DDT で切り返した。トップロープを狙う。ダイビングスターヘッドバット。腕をフックした。バット逆に投げていった。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。こっから自分のペースに持っていきたいですね。ガジェット組み合った。逆に返した。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。強烈ヘッドバット。組み合った。ロープに振って抱えた。ブレンバスターで切り返した。引き起こす。抱えた。10ミリッツゴー。バックに回った。膝にピンポイント集中砲火。ガードした。腕をフックした。ブレンバスターで投げつける。逆肩エビで一気に決めていった。いけるか。あと逆に返した。肩エビに持ち込む。ボールを返します。投げていった。キックものすごい。放っていくのか。リングに戻ります。すごい顔で打つ。組み合った。おっとブリティッシュホールが決まった。ローキック強烈。チョッパー。ローザ行くのか。蹴っていった。ガジェット組み合った。逆に振り返した。あっと円錐切り。抱えた。ボディスラムで叩きつけた。鈍い音が館内に響いた。コーナーに登って、ダイビングヘッドバッター振ってきた。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。カウント 2.9。 返せ。15分経過。抱き落とす。 15 minutes go。 空中で反転。ブルーサンダー。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。ストンピング。強烈ピック攻撃。立たせていく。一気に料理するのか。ピンポイント膝。抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。引き起こす。
さあ、世知辛い不況の真っ只中のこの時代にまさにオアシスのような存在であります。正面から投げを見舞った。ロープに逃れました。組み合った、ロープに振った。いけるか、締め上げていった。ハンマー気味のパンチ、強烈に締め上げる。ブロックした。あと逆に切り返した。勝負じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ファイヤーマンズキャリー起こします。組みに行きます。勘抜きに持っていきます。
ロックアップ、スープレックスに転じます。逆十字に持ってまいります。ロープに逃れました。張ってまいります。フロントに捉えます。パンチで返します。蹴ってまいります。ガードします。ラフサッポーに転じます。ブロックします。腰を落とします。リバースで返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。グラウンドでの万字固め、ロープブレイク、フロントからのキック、ブロックします。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。ここでタッチです。あっと、キャッチした。レッグロック持っていった。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。なんと逆に切り返した。跳ね上げてまいります。腕を回します。ブレーンバスター高速で投げてまいります。ホールに入ります。返してまいります。チョップが唸ってまいります。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。あっと、逆に丸めていった。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。腕しぎに取ります。してまいります。顔面に突き刺さります。ガードします。腕を取ってまいります。あっと、逆に捉えた。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。トープスリーパーか。バックドロップの体勢、リバースで返した。カウント2つで返してまいります。キックを打っていきます。ロックアップ、逆に返します。うれしい逆十字の体勢、ロープブレイクです。ブロックします。足を狙ってまいります。ここでタッチです。ガードします。そのまま腕を取ります。ロープにブレイクしました。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。10分経過、10ミリッツゴール。行くのか。万字固めに移行します。ロープブレイクです。張ります。組みに行きます。逆に振り返して、あーっと、スピア。腕しぎに取ります。ロープブレイク、
こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。よろしく締めに転じてまいります。掴みます。キックで返します。掴んだ。させません。スイッチしてまいります。スタンディングを取らせます。エルボーでブロック、抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。抱き起こす。腰を落とす。エルボーで切り返す。サイドを取った。エルボーを入れていく。抱えた。カウント 2.5。 まだまだです。15分経過。 15 minutes gone。 掴んだ。あっと、逆にキック。抜くのか。あっと、逆に返した。起こした。やった。あと逆に倒した。さあ腕しぎの体勢だ。ドロップキックが突き刺さる。ドロップキック強烈。逆にバックに回った。エルボーで返す。腰に手を回した。もっといた。ジャーマーブリッジする。カウント2つ。一気にサムライバーン。2カウント。まだ足りません。あっと、逆に捉えた。あっと、返した。ロープブレイク。首根っこを掴んだ。あっと、エルボー。腕を取った。腕折りに持っていった。バックを取って、バックドロップ。さあサバイバルはどっちなんだ。この戦いのジャングル、密林の王となるのはどっちなんだ。さあガッチリ決まった。これはちょっと苦しいですね。キック、ものすごい。逆に捉えた。バックに回った。スリーパー、チョークに入った。ここでタッチだ。これで決まったか。ここでロープブレイク。組み合った。逆に返した。トップロープを奪う。膝バックだ。あっと、顔面踏みつけ。引き起こす。バックを取って、エルボーで切り返す。バックに回った。マンチューがっちりと決まったぞ。フィニッシュに行くのか。全体重を乗せたエルボー。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。
み上げるのか。おっと、エアプレインスピンだ。首をかっ切るのか。後ろ回し蹴り気味のフライングネイルキック。どうか、ロープに逃れました。ここでスイッチ、ブロックした。腕しぎ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。小股に挟んだ。やってしまった。パワーボム3つは入りません。いけるか。コーナーに振った。強烈なだれ式で落としていった。抱き起こす。奥歯を噛みしめた。注目してまいりたいと思います。キックを打ってまいります。ブレンバスターに取ります。バックに回った。ランニングしたらエルボー。いやー、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。エルボー、首
みに行きます。ロープに飛ばした。ピンポイントのドロップキック。あっとキャッチした。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。逆十字に持ってまいります。ロープブレイクです。ロックアップ、倒してまいります。行くのか。こうやって倒れるときにね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。掴みます。ストバックに突き刺さります。行くのか。逆に返します。全体重を落としてまいります。こういう打撃系の技はね、それをガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの心の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。ギロチンドロップ、ロックアップ、投げてまいります。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。あります。掴んだ。キックで返します。打ち込んでまいります。抱えます。させません。肘を打ち込んでまいります。このあたり気迫がすごいですね。そうですね。いい顔してますよ。そばっと打ち込む。組み合った。逆にロープに振った。
が結成されました。今二つの魂が一つになってまいります。赤コーナーより関西戦、佐々木義人入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に振り返したゼロ戦組み合います。逆に投げてまいります。掴みます。小気味のいいパンチです。ストンピングです。キックを打っていきます。組みに行きます。ボディースラム、相手を挑発してまいります。引き起こします。このポーズです。打ち込んでまいります。エビに固めます。肩が上がります。バットキャッチした。円錐切りロックアップ、倒してまいります。足攻めに転じます。行くのか、バット返します。そのまま固めます。返してまいります。ドロップキックを放ってまいります。掴んだ、ラスサッポーに転じます。ここでタッチです。抱えます。フロントからのキック、掴んだ、エルボー組み合います。コーナーに振って走り込んでのエルボー、スタンディングを取らせます。抱えます。背骨を狙ってまいります。ストッピングを叩き込んでまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ、アップ、エルボー掴みます。エルボーを入れていきます。足を取ります。そのまま倒してまいります。こうやってね、
1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。乾いた音が館内に響きます。腕をフックします。ブレーンバスターで投げ捨てます。相手を挑発してまいります。コーナーに登る。飛びつき式のフランケンシュタイナー。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね。足を固めての監獄ロックであります。ロープブレイクです。この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、行くのか。ボディースラムで叩きつけます。組みに行きます。リング下に落とします。このポーズです。ブランチャー、足を殺してまいります。リング上は逆片指固めの体勢。リング内に戻ります。おなじみのポーズです。リング内に戻ります。掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。張ります。バックを取ります。エルボーで返します。ロックアップ。ボディースラムで投げてまいります。起こします。逆にパンチ。足を打ちつけていった。そのまま足を決めていった。ロープに逃れました。10分経過、10ミニッツコール。腕をフックした。外した。ガチッと組み合った。前に落とした。見栄を切った。タッピー。ストンピングを叩き込む。抱えた。顔面砕き式の DDT。 引き起こす。ドラゴン行くのか。エルボーで返す。リングに戻ります。リングに戻ります。張った。担ぎ上げるのか。あっと、ボブに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。腕を回した。あっと、うまく切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク。ブレンバスター行くのか。ストマックを狙っていく。あっと、フック強烈。一気に料理するのか。リバースバイパーで固めていく。ここでロープブレイク。蹴り上げていく。ブレンバスター行くのか。あっと、ストバックの当たり。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。ストッピング。すごい顔で打つ。あと、逆に倒した。起こした。強気攻撃だ。放っていくのか。ダイビングヘッドバット。このポーズ。あと、逆に捉えた。バックに回った。ジャーマンスープレックス。ロープブレイク。バット。キャッチした。バックを取って。15分。
さあ
への鐘が鳴った。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。腕を捉えます。脇固めに移行してまいります。ロープブレイクです。腕を取ります。エルボーを入れていきます。掴んだ。顔面を狙ってまいります。腕を捉えます。あっとエルボー、乾いた音が館内に響きます。逆に振り返して顔面へのキックです。複合技の体勢で締め上げます。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面を鍛錬するかっていうことが大事になってきますよね。ああなるほど、そうだったんですか。エルボー、腕を取ります。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。組み合います。グラウンドでのヘッドロックであります。ロープブレイク。赤鬼の異名を持ちますこの淵正信、その涼しげな眼光が鋭い眼差しに変わるとき、リング上は淵の赤鬼ワールドになることでありましょう。逆に返します。行くのか。投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。ナックルを打ち込んでまいります。バックを取ります。小脇に抱えます。ハンマーを振りかざします。あります。掴みます。逆にバックに回った。させません。腰を落とします。あっとエビ固めで丸めていく。肩が上がります。組みに行きます。逆に振り返した。バックからスリーパーに入ります。あっとキャッチした。足を狙ってまいります。レッグロックに捉えます。ロックアップ。逆に振り返してドロップキック。腕を捉えます。リストを固めてまいります。腕をフックします。リバースで返します。スリーパーで締め上げます。掴んだ。キックで返します。ロックアップ。返してまいります。ストンピングです。組みに行きます。逆に振り返した。足を殺してまいります。ガードします。腕を取ります。腕を殺してまいります。行くのか。バット返します。バックに回ります。えげつないニークラッシャー、いやらしい攻めを見せてまいります。組み合います。ロープに振ってロックアップ。ボディースラムで叩きつけます。腕を取ります。切り返します。逆片指固めに移行してまいります。顔面に突き刺さります。腕を捉えます。逆に腕を取ります。チキンウィングに固めてまいります。ロープに逃れました。組みに行きます。ロープに飛ばした。肩
えます。10ミリスコーン。バックで回った。あっと、エンジン切り。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。あっと、逆に捉えた。エンジン切り。組み合います。ボディスラム起こしてまいります。行くのか。バットを返します。相手を挑発してまいります。リング上はキャメルクラッチの体勢です。組みに行きます。フライングメイヤー、ストンピング、蹴りつけてまいります。ラフ殺法に転じます。組み合います。切り返します。起こします。行くのか。ロープに振った。巻き投げてまいります。蹴ってまいります。ロックアップ返してまいります。膝を狙ってまいります。腕を取ります。逆に返します。腕折りに移行してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。掴んだ。打たせません。掴んだ。逆に返します。ブロックします。バックドロップの体勢、岩石落とし、バックドロップであります。あっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょう。ラフ殺法に転じます。強烈ダイヤモンドカッター。ボディシザースとの複合技に転じます。蹴り上げていく。組み合った。コーナーに振った。ブレンバスターで切り返した。フロントキック、張った。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。あと顔面を踏みつけていく。起こした。首をかっ切ったか。ストンピングを叩き込む。いけるか。逆に返した。抱き起こす。このポーズ。小脇に抱えた。おっと、外した。ドロップキック、強烈キック、エビに固める。バックを取って、あっと逆に脇固めで切り返す。掴んだ。ハンマーを振りかざす。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。片エビに持ち込む。トゥーカウント。ガジェット組み合った。あっと返した。立たせていく。ドロップキック、膝。
20分経過、20ミニッツゴー。腰に手を回した。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。ガードした。カバーの体勢。ロープに逃れた。あっとキャッチした。バックに回った。ジャーマン肩口から吹っ飛んだ。抱き起こす。ものすごい電車道。抑え込んでロープに逃れました。いけるか。あっと裏カンナだ。カウント3。会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。倒してまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。掴みます。打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。グラウンドでの攻防に持っていきます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。足に照準を絞るのでありましょうか。あります。ブロックします。エルボーで返します。ドロップキックを放ってまいります。腰を落として逆片指固めの体勢です。キックを打っていきます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですね。的確ですよね。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、相手を挑発してまいります。掴んだ。張ってまいります。ガードします。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。ああ、確かにねちっこいですもんね。投げてまいります。ドロップキック。顔面へのキックです。掴みます。キックで返します。エンジン蹴り。ストンピングを叩き込んでまいります。掴んだ。
イング、フロントからのキック、掴んだ、打ち込んでまいります。行くのか、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。ストンピングです。スタンディングを取らせます。小脇に抱えます。肘を打ち込んでまいります。組み合います。ロープに飛ばした、そのまま倒します。ラマヒストラル、ロープに逃れました。あっと逆に捉えた、バックに回ります。逆さ押さえ込み、肩が上がります。あっとキャッチした、足攻めに転じます。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。起こしてまいります。リング上の殺虫剤 DDT、容赦のないドロップキック、バックを取ってエルボーで返す、ドロップキック、膝掴んだ、あっと逆に蹴っていった、頭を掴んでさせません、あっとそのまま投げていった、フライングリールキック、エビに固める、ロープに逃れました。イネって倒した、ドラゴンスクリュー、ストンピングを叩き込む、ガジェット組み合った、あっと倒していった、片エビに持ち込む、カウント 2.5、 組み合った、ロープに振って強烈に叩きつける、あっと顔面を踏みつけていく、首根っこを掴んだ、あーいやらしい攻撃だ、固めていく、返した返した返しました、いけるか、あっと首から突き刺さった、ストッピング、どうか、ここでロープブレイク、いけるか、ベースバスターで叩きつける、小股に挟んだ、ワイルドライバーがぐさると突き刺さった、起こした、ドロップキック、ドロップキック、的確であります。さあ勝負の分かれ道はどの辺りになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。ブレンバスターで切り返した、カバーの体勢、ロープブレイク、頭を掴んでエルボーを打ち込む、張った、あっと円錐切り、引き起こす、ガジェット組み合った、あと逆に返した、抱えた、 DDT、抑え込んで岸壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした、バット外した、攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、立たせていく、バット逆に投げていった、片エビに持ち込む、カウントタイム、抑え込んでロープブレイク、腕を振る、
ックした。あっと DDT ドロップキック、的確であります。首根っこを掴んだ。させません。首根っこ1ミリッツゴー、フェイスバスター、顔面粉砕、ストッピング強烈、掴んだ。厳しい攻めを見せる。腕を取った。さあがっちり決まった。これはここで無念のゴング。ラフリーオブセス&デストロイ。あーおーディジュニアを目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。赤コーナーより選手入場。を目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。注目されますか。そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね。そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。カバーの体勢。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。ボディスラムです。逆に返します。掴みます。ラフサッポーに転じます。掴んだ。させません。組み合います。ロープに振った。小気味の良い攻防を展開してまいります。ラリアット。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。組み、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣くことは言ってられないですからね。ああそうですよね。アームロックの体勢。逆水平を打っていきます。レッグロックに持っていった。組みに行きます。さあジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤波辰巳、そしてあの虎選手のようなジュニア伝説を築くため、
ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。ロープに飛ばした。あっとホイップしてまいります。掴みます。ヘッドバットキックを打っていきます。あっとエルボー掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。スタンディングを取らせます。切り返します。ストンピングです。ライアット強烈、これは苦しい。チョーク攻撃です。ロープブレイクです。あと逆に捉えた、円錐切り。2位を落としてまいります。キャッチした。足を狙ってまいります。あと逆に捉えた。技をかけてもこうやって読んでますからね。面白いですよね。本当にそうですね。 DDT クビレッグは手締まった。引き起こします。ホイップしてまいります。起こしてまいります。ラリアット投げ倒し、起こします。耐えます。蹴りを見舞ってまいります。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの心の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。先頭落としていった。ロープに飛ばした。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。腕を取った。あっと切り返した。あっとフック強烈、いけるか。強烈に叩きつける。起こした。ペディグリーが強烈に決まった。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。金的攻撃、エビに固める。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。抱き起こす。